はじめまして。俺、片倉俊久。1年生の間同志だけど、よろしくな。あの、早野。ごめん、別に悪気はないんだ。ごめん。おい、ギー、起きろ。どうした？ぼーっとして。夢見てたんだ。すっごいいい夢だった気がするんだけど、思い出せない。夢も結構だけど、421号室また揉めてるぜ。葉山と片倉が。片倉はともかく葉山の方が。部屋が真下の上級生組と。はあ、夜中の歩く音がうるさいとか、やたらイチャモンつけてくるやつらか。今朝一番で乗り込んできたらしい。適当に謝ってあしらっちゃえばいいものを。あの葉山が。あいつ何でもかんでも受けて立つからな。いい、騒ぎになる前に仲裁に入った方がよくないか。したいのは山々だが、俺葉山に歓迎されてないからな。誰が言ったところでどうせ歓迎されやしないって。確かにそれはそうだ。こっちは迷惑してるんだ。どうにかなんないのかな。なんか言うことあんだろう。先輩方、あんまりしつこいと反撃させてもらいますよ。あの頃の匠は病的なまでに誰をも受け入れなかった。だからこの片思いは絶望的だと思ってた。
葉山ってさ、自己表現がド下手だな。え？もしくは人間接触嫌悪症だ。人間接触嫌悪症？俺が今勝手に作った病名、なかなかうまいだろ。キーと糖質になって過ごした1年間、キーが僕に注ぎ込んでくれた愛情が僕を変えてくれた。大丈夫か？閉じ込められたみたいだな、俺たち。え？逃げるな。匠が今朝やつらに嫌がらせをされたのは俺のせいなんだ。え？俺が匠を好きだと高林が知ったからなんだ。いいか、よく聞けよ。俺は匠が好きなんだ。お前以外の誰でもない。後悔したくないんだ。匠が好きだ。俺を嫌いじゃないだろう。嫌いじゃないよな。すまなかったな。いいんだ、あれはただの条件反射なんだから。なあ、匠。ん？膝貸してくれ。え？すご
少し休みたい。ちょっとギー、これだけで十分だから。うん、サンキュー。風が強くなってきた。そろそろ窓を閉めた方がいいんじゃないか。そうだね、そうしよっか。あ、え、あ、いや、なんでもない。そう、あの時まだ匠に片思いの頃に見たあの夢の光景がそのままそこにあった。あれはまさに奇跡のような光景だった。